はい、今日はこのハグでやっていただきたいと思います。さあお前気をつけろ、お前デブやこと忘れてない。いやこいつデブのこと忘れてない。え、自分がデブってこと忘れてない。大丈夫、もう後だったら人の何倍も見たいってこと分かっときよ。トーンアップ。あの、インドさんだって、おい、血止まるってやめとけ。心配やわ。そんな太ってない。チークビにしてや。血止まるそれこそ血止まる。こいつ一位のおちょちょ触ろうとした。ちゃうわ、お前下の引き出しからね、カチュンちゃん取ろうとしたんです。はい、というわけでギョドーン。はい、というわけで、まあ見てもらうと分かると思うんですけど、今日はあのね、寝たきりのおばあちゃんが食べるぐらいのお菓子を用意しました。寝たきりのおばあちゃんが一日で食べるぐらいのね、お菓子を用意しました。まああのね、ちょっと、汁付け方、うるさい、うるさい。でね、今日の企画なんですけど、うるさい。もうやめろそれ、顔一番うるさいの。もうやって、いけるの顔すな、うるさくねえ。まあ、このお金はうるさいよ。僕ら、ちょっと動画空いたと思うんですけど、久しぶりにね、会ったんですよ。ちょっとだけなんですけど、2年半ぶりぐらいかな。あげすぎ、あげすぎ。そんな相手がしてる。2時間半ぶりぐらい。今日はお互いの近況報告。うるさいねお前。みかいもまた最近隣。まあ食べや。あ、そうですか。じゃあ僕も食べましょうか。食べや。いや、うるさい、痛い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 。あったやろ、いろいろ。あの、久しぶりに集めてテンション上がってるんだ、その人。動画撮るってやったらテンション上がるんだよね。なんだよ。ね、いつも多いやん。うん、いつも通っちゃう。まあ、ボケの体勢には入るわな、そりゃ。いや、いつも YouTube やめたいさあ、いつ YouTube やめるかっていうノリをよくするね。動画のノリでやってることをさ、うん、今動画回ってるってこともやるもんな。やってる、こいつ特にやってる。なんか、お前、悪い臭いやつ。何これ、なんびっくりした、お前自体が臭いんだと。あれ、なんかすんの。もう、噴水なんだ。水飲み食べたりしろ。あんま一言言えへん。二級二級とかゴムゴムとかやから。噴水飲み。じゃあ噴水噴水じゃん。どうやって名前つける。噴水飲みやったなんて言う。飲まへん。だから噴水噴水飲み。あの関西弁もやめて。噴水噴水飲み。あの関西弁もやめて。うざいな。あれ、ワンピースの世界に入れるとしたらさ、うん、どういう能力が欲しい？ちなみに系は、考えてなかったな。ちなみに一恵はの時はなんでやったの？これなんでやったの？ちなみに一恵はこれなんでやったの？なんで言ったの？ある時しか言わない。ちなみにニャンフルグル。鼻鼻ですか？クラッチ。うん、お前をクラッチさせてやる。お前やった。噴水噴水の実やん。お前ゾンゲのブダブダの実やん。それでブダブダの実食ったぞ多分。そりゃこうなるわ。コウ君が太ってるのはあのブダブダの実を食べたからやねん。だからあの太ってるとかあんま言わんといたってほしい。申し訳ないけど。動画中ってない気に。どっちだったっけ。動画中だったっけ。お前ブカブカ産むよ。俺ドラドラの実かな。え、ドラドラの実。何ドラえもんだせんね。ゾーン系のドラえもん。ゾーン系のドラえもん。めっちゃ強いよ。いいって。お前こうです。うん、もしもボックス一時オーラン世界で口喧嘩弱い。無理や。出てけ。ダンって。ゾーン系ドラえもんやけど。無理。なんで無理やねん。だからお前デブやからやろ。ドラえもんデブやけ。あれマルだけじゃ。お前デブ。お前マルじゃないよ。ちなみにドラえもんデブにあれ。あれそれにどっちなの。新規入るか。うん、どっちなの。あれはマル。マルやつデブじゃん。俺見ない。マルかなデブじゃん。一緒に来たこう。最近もちょっとね、ないよ、ない。期待というから。
じゃあ、ドラえもん。なんやねん、ドラえもん鍛えてるって。どこの情報やろ、これ。知らんやろ。どっからそれ知ってん。じゃあさ、ドラえもんの世界入るとしたらさ、うん、道具使えるなら、一個何欲しい？モーションボックスだよ。で、どういう、何で使いたいの？モーションボックスで世界に何でも入れるやん。どういう世界にしたいんだ？欲しいアイテム見てみ、うん、どこでもドア。どこでもドアがある世界に。デブやろ、頭いい。やっぱビタビタのみんな能力や。それセコいやん。それセコいな。それなし。何セコ？何に自宅なんかこの。もうほんま一個だけ。タイムマシーン。なんで？絶対おもろ。恐竜がおる世界と一緒に逃げてもらう。どこでもドアでも行かないの？どこでもドアも。何や無理。何も。タイムマシーンはな。お前がお母さんに怒られてるとこ。マジで星座で怒られてる。あの魚くん遅すぎて玄関出されて。こいつ、他の魚くん食べるの遅すぎて玄関出されて、玄関で食ってて、こいつ寒いんだから玄関で正座して食べてた。いや、それとか見に来て、めっちゃ怒られてる。正座して怒られてない。俺もだいぶ怒られてるもん。俺も怒られて、押し入れ閉じ込められて、爆音で、同じ音楽から8時間流されてありました。うつ、全身鏡張りの部屋に入れられて。怖っ。ビルとエグやん。水風呂入れられて、あったかいお湯と交互で8時間見させられた。そうね。ちょっとお前のそのない話。お前は送られてないよ。地球グミ食べたらええんやろ、お前ら。おもろいじゃん、地球グミ食べたら笑ってくれんねやろ。地球グミ食ったのお前ら喜ぶんやったら食べたら。近く行って。喜んでくれた。ASMR スケート最近なんかほんまになかった。マジで思い出していい？頼むわ。あ、ほんまにめっちゃイラッとした話していい、うん、イラっていうかちょっと切れた。いて電車普通に結構飲んでんな。ねえ、何当たり前やろ電車飲むなんか。こいつ電車乗ってんの見たことないってここ1年でこいつが電車乗ってんのマジで見たことない。病気やからな。お前それはあかん。最低やね。病気やから乗らへんね。で、そのねんか、うん、でな、結構時間切れてやってん、うん、で、エスカレーターで左ってさ、うん、まあ大阪は左側通行やから左って開けとかなあかんやん。降りる人が止まるんやったら右やん。なんでやねん。止まるんやったら右で、歩く、エスカレーター歩くんやったら左やねんか、うん、で、一円はめっちゃ急いでたから、うん、左を通ろうと思ってん。ほら、夫婦で男の人と女の人がおって、うん、女の人が左側におってんな、うん、急がなあかん方で止まってたわけやな。そうで、大体足落としたらさ、のくやん、うん、でものかへんかったから、うん、すいませんって言ってんか、うん、ほんだらさ、うん、のかへんかった。聞こえじゃないかなと思って、すいません、通りたいんですけどって言ったらさ、タイマーしてきてん、うん、女子高校生とかがさ、電車でなんか大騒ぎしてるところを見るババみたいな。うん、旦那も何も言わへん。横におる旦那もね、うわみんなさ、ギャッとしてさ、うん、通りたいんですけどみたいな言ってんか、うん、いや、ちゃうちゃう、なんか何ちゅうかん違いかなみたいな言い出して、え、何が違うのと思って、うん、イラッとしたから、え、何が違うのみたいな、え、言ってんやん。寝てる、寝てる、遅すぎて寝てる、こっち、急いでるからめっちゃ言ってる。思ってたより言っててびっくりした、うん、え、何がって言って、うん、言って、うん、で、なんかで、言ってんねんか。で、旦那も旦那やなと思ってさ、うん、いや、普通に左側通行なんでどいてもらっていいですか、うん、って言ったら、なんかこそボニョ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 喋っとんねんか。どけよって思ってさ、うん、何も言わへんかって、どけよはさすがに言わへんけどさ、その場合、トンカチ殴って、で、どうやった。トンカチ殴って、その代わりに言わんかった、偉い。我慢したこいつめっちゃ痛い。やめやろ。トンカチで殴っただけですもんね。言わんかったよ。ほんま殴りたい。ほんまに。うざいわな。ほんのばば多分自分のこと嫌いと思ってんの。この若造がみたいな感じ、まあ、多分思ってんねん。多分絶対。まああれやな。多分魚遅く食べてももうゆっくりの目が食べやって言われてたタイプや。お前とは違う。さあ、じゃ結構せっかちやからさ、うん、前とかゆっくり歩かれてるさ。歩いてやって思ってまうタイプやな、うん、で一緒のペースで歩きたくない。絶対じゃあ言わへん。早く歩いてやっぱ言わんねん。ただ蹴るだけ。いいよ。起きやかん。マジで火つけるだけ。後ろの服にで後ろの火燃えてうわーってなるんで待つだけ。その代わりもう何も言わへん。起きやかん。絶対早いてくださいなんか。やばい、でこかいイライラしてきた。もうちょっとの深いじゃない。楽しみ
どうですか、オフ会に向けてなんか意気込みとかあればぜひ。意気込み？うん、ない。そう、意気込みはない。僕はまあ、せっかくね、あのお金、何やねん、なんやん、俺はほんまにあの、せっかくお金を払ってわざわざ僕たちみたいなね、普通の人に会いに来てくださってる方々がいるということで、せっかくなんでね、あのお金を払った分以上の幸せやあの面白い時間をね、僕たちで一生懸命作って、あの来たことを後悔させないように一生懸命頑張りたいと思ってます。またあのオフ会に来てもらったからには、せっかくやからね、あの夜の人にもっと知ってもらいたいし、もっと好きになってもらいたいなと思ってるから、あのこの実はね、あのオフ会もあの4年前ぐらいから考えてたから、あの YouTube やる前とか、あの高校生の時からこのオフ会のこと考えて練り練って、あの完成したオフ会やから、あのめっちゃ魅力が詰まってると思う。自分で言うのはないけど、すごい楽しみ。もう長いわ、ほんまに楽しみ。もうね、えって高校生の時から帰って考えてる。えって、授業とかサボりながらオフ会のしおり作ったりまして、だから楽しみにしといて。うちが考えてるのは、うん、逆に言ってないから、あのうちだからみんなプレゼントしようと思って、うん、何がいいんかなと思って、服いいなと思ってんけど、服ってやっぱさ大きさあるやん。あー、あるなー。普通にガタイごつい人とか、うん、めっちゃ細い人とかになっちゃってもなんかそれじゃ合わへんかなって。メイちゃんの服ジンジン入らんもん。そういうこと。あー、一回で判断してる。普通はとかやのに、違う、一回で全部判断すこいつ。これで一回めっちゃ縛る。なんでお前はさ、その棒状のものを見たら俺を縛ることしか考えられへんの。ボコボコやってるの、うん、うわっ。あとの顔まで普通叩く時の顔やのに。あとまでやっていい。ダメです。こいつの女、夜の人柄一味脱げろ、脱げろ。汚いな、口を受け。なんじゃお前汚いのって。なお前串カツ食ったんか思った。引き笑い長。引き笑い長。どれぐらい長い。ユーリさんの二重幅。じゃあ終わりたいと思います。だいぶね、お菓子ももう減ってきたと思います。もう減った、減ってない、1個ずつしか食べてない。はい、もうお菓子だいぶ隙間ね、こことか見てもらうと隙間空いてると思って結構食べたんでね、終わりたいと思います。この動画上がってるタイミングで夜の独り言を全員あのぜひ上がります。あのもう11万いきました。もうわけわからんスピードの伸びてます。もう10って聞こえた。もう11万、もう10が1万って聞こえた。もう10が1万ね。はい、もう11万いきましたんでね、ぜひ登録のほどよろしくお願いします。それではこの動画がこの感覚知らんから適当にこうやってやったらお前の画面のここ行ってゾクゾク。いいなって思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アイボタンよろしくお願いします。じゃあ、バビー。早く帰る。飛ぼう。早く帰るって。お前帰る。お前飛び降りる。お前後で殴るやん。こっから飛び降りる。お前後であのこっから飛べるけどモモングなる。